すいません、はじめまして、よろしくお願いいたします。メダカ屋園さん、はい、はい、じゃあすいません、中の方よろしいですか。はい、すいません、ありがとうございます。あの今ストーブはちょっと入れてるんですけど。あ、なるほどですね、はい、通常は今入れてないんで。はい、すいません、はい、します。おお、うわー、やっぱ凍ってる。いや、うわー、いや、もう今しか見れないですね、この状況。自然のままに近い状態でやるんで、こんなようなストーブも何もない状態なので。凍ってるんですけど、中にしっかりと。そうですね。動いてるよ、ほら。ほら、オレンジ色見えてる。本当だ。でも中では動いてるんで。動いてるね。はい、ああ、動いてる。それは当たり前か。いやー、すごいですね。でももう、完璧に凍らない限りは、全然そのまんまでも大丈夫なんで。すごい、ほとんど凍ってる状態なんで。そうですよね、はい、ちょっと一箇所だけ今日ちょっと わざと割ってるとこもあるんで、ね、ここだけ。ああ、なるほど。うわ、お店できればと思ってですね。いいんですか。ありがとうございます。効果がも、いやー、もうメダカやられてどれぐらい。4年目なんで。あ、4年目なんですね、はい。来年で5年。来年で5年。すごい。始められたきっかけなどは、ちょっと自分のなんか、ね、趣味で、本当に最初はもうトロブネって言って、こういうのを、はい、何個かミックスで入ってたようなものからしてたんですけど、もう楽しくなって、はい、どん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 広がっていったもので。じゃあ最初はやっぱり趣味から。趣味から、はい。一応あのメダカの貝っていう貝に入ってるんですけど、はい、最近。はい、ほら凍ってるんだよ。お菓子ありがとうございます。はい、ありがとうございました。最初はですね、みゆき系が好きだったんですよ。僕たちも、はい、僕たちはやっぱ洋服から始まったんですけど、やっぱ次がやっぱみゆきが、はい。で、自分の場合はみゆきが最初あの青で綺麗だなと思って、はい、で、ここ大体自分の趣味から始めてるんで、最初集めた順番にほとんど近い状態になってるんで。おー、なるほど。どん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 あのこっちが強くなったりとか幅が広くなってるもんで。そういうことなんですね。今こっち側半分はもうラメ系。はいはいはい、ラメ系ですね。まあ、最近だったらもうダルマですね。はい、ダルマですね。そうですね。そうですね。はい。すごい。もう僕たちも今、まあ、子供たちの影響もあるんですけど、はいはい、やっぱダルマが好きで、いろんなダルマに今出会っていってるようなですね。はい。その氷割ったとこの甲賀っていう。甲賀。はい、これも多分、失礼します。うちのハウスネームじゃないんですけど。あ、はいはい。お、多分他の人は多分別名で呼んでると思うんですけど。おー、これは金なんですか。はい、そうですね、金と三色系。そうですね、あともう一つの品種がかかってるやつなんですけど。いやいやいや、大丈夫。あ、来ました。おー、すごいですね、甲賀。はい、はい、あと、ここにいたのが恵比寿ってあるんですよね。恵比寿、はい、はい、で、はい、まあ、来年ちょっとこの品種を力入れていこうかなっていうのもあってですね。これとこの品種同士を掛け合わせて、はい、もうちょっと色合いが面白くならないかなと思って。すごい。ただこの子の子供たちの子があんまり体色が上がらなかったんですよ、はい、おー、
安定がしないということですか。そうですね、まだ F1 なので。あ、 F1 ですね。はい、で自分 の、 そのメダカの先生みたいな人がいてですね、はい、その人からめちゃくちゃ格安で買ったんですよ。お、なるほど。本来ならこれ多分ワンペア 4,5 千ぐらい、数ぐらいのものを2,000円でいいって言ってもらって、半額。いや、なんかね。でまだこれより本当ちっちゃかったんですよ。はい。でうち来たら、はい、あの先生のとこのやつよりうちの方がでかくなっちゃって、親声してる。親声した。すごい。親声するような。あ、親もまだ生きてる状態でですか。そうですね。先生の方にはまだ親がいるんで、その他はまだ取れるんで、その中のほんのいい子だけこれだけもらっていいですかって言って。なら2000円でいいよって言われたうちの何匹かなんですけど、じゃあ親声しちゃった。そうです、なんか色はもう親声しちゃってるんで、すごい、ね、メダカ屋さんってそういうのあるよね。なんかちょっと横のつながりでまだ世に出回ってないけど、まあ F1 をちょっとこう譲ってもらって、中でだったら、はい、ちょっと凍ってるんですけど、アルビノの F1 とドラゴンブルーのアルビノ、はいはい、これはこれも移せればよかったんですけど、いやいやいや、もうここ、もうまた夏の、夏の、はい、春夏にちょっと楽しみに、はい、結構面白い、すごいですね。で結構まあお祭りとかやっぱりうちの場合はあのネット販売とかしないもんでですね。あ、まあ、あーそうなんですね。なんで、寒い中にすみません。あ、ありがとうございます。ちょっと切れ長系なんですけど、あ、すごい、これはこれも多分2年ぐらい経っててまだ親なんで、2年1年から2年ぐらいだと思うんですね。すごーい。うわー、これは見たことない。多分あっけの明星とですね、何品種か混ざってる、はあ、で掛け合わせをこれで行おうかなっていう。うわー、すごーい。うわこれはかっこいいですね、うん、上から見てもこれだもんな、うん、横から見たらやばいでしょうね。ここからもうラメの色がやっぱり特徴的なので、うん、だと思うんですね。あ、引き継いでるんですね。この銀色じゃない？うん。うん。赤ちゃんしかちょっとショートボールだけだって。いやー、すごい。それでも見てるんですか？ケース持ってきてる。ケースあるよ。白、白と黒、黒。黒あるよ。取れてるかな。取れてるかな。明るい？もう寒くなって動かなくなったから。はい。もう早く戻してあげた。でこれが、はい、あの去年特にうちで売れた方の個体なんですけど。はい、これまあ別個って言われる中の品種なんですけど。ほう、で本当はもうちょっとダルマよりなる予定だったんですけど、これショートボディ。あ、へえ、ね、ショートボディとハンダルマってまた違うんですか。違います。おお、もう体型の大きさが違うんで、で判別はするんで、こっちになるともうあのショートボディになります。ショートボディでまだなんですかね、キュンってなったのがダルマで、その半分ぐらいのちょっとなんか何とも言えないぐらいがハンダルマになります。難しい、難しいな。で微妙なんですよ、ショートボディって言えばいいし、まあダルマとも言えるっていうところ。こういうのもですか。すいません、ありがとうございます。ぜひぜひ。これ上からでしょう、上からでしょ、これは上から、はい、あ、これちっちゃいのは、ちっちゃいのはこの子たちの子供なんですけど、はい、まだちょっと販売はしてないんですよ。まだ世に出回ってないと。かわいい。この子の大きいのだったらですね、今日販売は一応できなくもないんで、ただもうあの限定ってことであればですね、なるほどですね、もう押すだけなんですよ、残ってるのがちょっとの大きいのが、はい、
でも掛け合わせ掛け合わせで、うんうん、間違いなく引き継ぐので子供が、うんうん、なるほど、はい、かわいいね。これはねまたちょっと覚えましたね、うん、ね、はい、はい、はい、ありがとうございます。すごい、寒いので、ありがとうございます、はい、はい、見たらすごい大きい。うん、マリアージュですね。ちょっともう一人が掛け合わせしたりして、組み合わせはもう無限大なので、マリアージュと乙姫っていう、お、対照をかけてます。おお、乙姫ですね。なるほど。これはもう冬眠チックな感じになってるんですか。そうですね、冬眠動いてないですもんね。ほぼ動かないです。暖かくならないとやっぱりもうとか氷が完璧に溶けないと動かないと思うので、うん、その1、2ヶ月、2、3ヶ月餌をやらないでいいっていうのも ねえ あの条件なんで。ああ、もう継続しないだと外に置いていったら、はいはいはい、やっぱ餌はやる。そうですね、あったかいならばもうあげてもらってもいいです。ただもうあげるんであれば3日に1回とか、あえて1日1回じゃなくてちょっと天気のいい日に少し与えるだけ でそのまま表面上に残ってるあればもうあげない方がいいかなと思って、動きが鈍ってるんで逆に消化不良を起こしてそうですよ、ね、そのままなくなるとかもあるんで。なんかそこら辺がちょっと難しいですね、うん、本当になんか本当に寒い日がそれこそ3日とか続いてたら、はいはい、もう3日間やるタイミングというのがないですよね、うん、なんで自分たちの場合はもう、5月、あの冬場の前に5月の段階から稚魚の段階からある程度もう大きくする成長を早めて大きくした状態で、でも夏場にもう一気に太らせて、でもそこから秋口までもずっと餌を1日2回程度あげて太らせるんですよ。おー、なるほど。でも冬場からはもう一切切るとか、餌をもう暖かい日はあげるけどその日以外はもう全くパタッて止めるとか。おー、寒い日はあげなくてももうそうですね、こういう雪が降る日とかですね、はい、あげなくてもいい。じゃあ家もそうしたらいいね。そうですね、ね、日が当たってちょっと でもこっちの方があんまり暖かくならないんで、やっぱそうですか。そうですよね、今日でマイナス朝6時の段階で2度だった。はい、この中が2度で外はまだマイナス、あー、なるほどですね。そうですよね、朝起きたら一面雪景色だったからすごい、いやー、夏はもう夏でこの大体今張ってる部分を全部外すだけなんで、おー、全部家に入れてしまうと次の年が子供を産むタイミングがずれてくるんで、ずれてくる、はい、ずれるんですよ少し。部屋の中あったかくなるじゃないですか、はい、そしたらもう自然と産卵する個体もいるんで間違って、あー、なるほど。で逆に外に出した時に気温差で落ちているんで、なんでもなるべくならもう外に女なら外におった状態でなるべくはもう冬越えさせた方がいいです。逆にもう三色系は越冬させた方が全然色上がりが違うんです。じゃあ外のままでいいね。そうね、なるほどね。あとはまあ人によりけりなんですけど水とかも違うんで、買った場所の水が分かっとかないと急に家の水をこう入れたときに急変してバーって回ったりするんで、あ、回る、あれメダカ回るのってそういうことなんですか。水が合わないんでペーハーショックを起こすんです。おー、なるほど。買った人が井戸水とか川の水とか使ってた場合は普通の水道水入れてあるところから来ると、はい、もうペーハーが合わないんで、おー、そのまま落ちたりするんで。なるほど、そういうことか。で買ってきてすぐに餌あげなくてもいいんですよ、1日2日は。もうはい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 、全然いいんで。そうせんとやっぱり水合わせが一番重要なんで。
これはいいこと聞きましたね。ちょっとそれ謎だったんですよ。なんかくるくる回るメダカがたまになんか、まあそれこそお店屋さんとか行くと、まあ、何してんだろうって思ってたんですけど、あ、そういうことなんですね。すごい。くるくる回ります。うわ、なんであんまりみんな言わないんですよね、水は何を使ってますっていうのは。いや、そんな話は、はい、聞かないですね。うちの場合もほぼほぼ水道水なんで、で、カルキ抜きも一切せずに、え、もう普通の人だったら秘密して水道水でも秘密するじゃないですか。もうそれルーティーンですよね。もうだからここだからなんじゃないですか。そりゃそうです。だってここここですよ。ここはもう南阿蘇だから南阿蘇ですもんね。あ、でもやっぱ市内の水とは違いますよね。多少は違うかもしれない。阿蘇だからできるんじゃないかな。これでしょうね。なんでうちはもう基本的に水替えするときは塩、メダカの塩とか、おー、はい、岩塩とか入れて、おー、それだけなんで。おー、あ、もうあるね、あれもあるね。ああいうのを入れてもらうだけでうちはもう全然。逆に買われた時に、まあ、こういう小さい容器に最初に水入れてもらうじゃないですか。その買ってきた水を入れてもらって徐々にその足していくであげればもう水合わせも多少なりとも慣れてくるんで、水にして鳴らしてもらう方が多分間違いはないと思います。店によって水が違うんで、もう一概に絶対とは言えないんで。でもなんか阿蘇ならではですね。阿蘇ならではですね。もう一歩離れたところでもやっぱり違うんで、水がもうまた阿蘇でもですね。すごい、いやすごいですね。これはもうしないで、しないじゃ感じることができない、うん、できないね。はい、どうしたの、ちょっとね、止まった止まる。いやー、ほんとだ、うん、興味してるのも可愛い、見てるとなんでうちはだるまだけは全部室内。あ、そうですよね、はい、それ以外はもう全部外だし、ね、あ、動いた、ちょっと、いやすごいな。自分の知ってる人は外でもやってやろうという人もいるんだ。だるまをですか。そんだけ弱っちいとダメだろうって。ああ、言われる人言われますもんね。もう将来そういうなんか外でも買えるような感じとかになったりとかするんですか、ね。それは難しいですね、やっぱり。それはまた別の問題なんですね。多分だるまが今度は出にくくなるかな。ああ、なるほど。どっちかというともうショートボディのが、はいはい、なるかなとは思う。いやー、もう種類やっぱ種類すごいですね。いや、種類はもうそんなにいない方なんですか。いない方なんですか。いやー、でも、いやー、すごい、全国から一応集めてるんで。すごい、もうね、可愛いですね、ちっちゃい。看板がいて、はい、今そうインスタで、あ、インスタで看板、はい、その目当てでお客さん来たりもするんです。あ、やっぱりそうなんですね。そうですね。こんな感じも見てもいいですか。あ、全然全然、本当ですか。いいですけど、3匹もいるんで、いやー、すごいですね。もうやっぱり、まあ、他のメダカさんに比べるなら安いって言われることが多いんですけど、ただやっぱりみんなが買いやすいっていうか、うんうんうん、のメダカとして売らないと、やっぱりやっぱり高くなってしまうと、はい、まあ、作った人側からするなら高い方が安定していいんで、うん、そうですよね、はい、やっぱり買いやすさを重視したいんで、うん、嬉しいですね。なんかね、素人の私たちにもね、本当そうで、品種がいるとやっぱりこう見るのも楽しいし、はい、ね、やっぱり、ね、そう、なんかやっぱりいいメダカはそれなりにね、うん、値段は張りますし、まあそれが当たり前だし、ただなんかね、もうたった1匹、されど1匹、うん、もう1匹のその単価とかね、いろいろちょっと目にしてきて、やっぱりちょっと世界がちょっとやっぱりこうちょっと遠のくというか、そう、はい、やっぱりそうなってしまうと、うんうん、メ
メダカ自体もそんなに長く生きるもんじゃないんで、そうですよね。ああ、そうですよね。出してもらっても、うんうん、やっぱ買いたいって思ってもですね、うん、手が出せないのが一番。そう、そうなんですね。いっぱい思うとこはあるもんね。多分 ね、結構人いると思うんですよね、ね、本当に。なんか表現では絶対出さないですけど、うん、まあ、ペアで3000、4000円とかってなると、うん、まあまあ、でもそうやってメダカ界はですね、もうそうやってどん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 、はい、でも図の世界でもそうですよね、はい、やっぱもうね、なんで一番ほぼ仕入れた金額にちょっと上乗せぐらいなんで、うーん、あとはまあ、あの朝市の方からこの前あのメダカすくいをっていうことで、あれは提供なんですね、あ、なるほどなるほど。でもネット販売は一切されてないので、やっぱり対面じゃないとメダカの良さが伝わらないっていうか、なるほど、画像と物が違うってことがよくあるじゃないですか。 あります、はい、あれがやっぱり嫌なんですよ、うん、自分も買ってみて思うんですけど、この画像のものじゃないじゃんって思ったりする、うんうん、あ、やっぱこれは、うん、あ、ほら、あ、いや興奮しようぜ、ふがふがいよ、ふがふがいよ、ふがふが、ふがふが。今回はなんて言うんですか、ジンって言います。そう、ジンちゃん、あー、かわいい。うん、気分屋ですか、ジンちゃんは。ジンちゃんは気分屋です。うわフォルムが、ここは基本入っちゃダメって言われてるけど、おー、そうですね、フォルムが、お腹ダメだよ、ちょっと子供たち呼んでこうか、あ、そうだね、じゃあ外にすいません、はい、今年で1歳ですか。1歳ですか。顔だけ貫禄ある、貫禄あります、あります。まだまだこれからですね。へー、